皆様、こんにちは。日本国際問題研究所所長の吉田智之でございます。えー、本日は、国連広報センターと日本国際問題研究所が共催いたしますセミナーに皆様をお迎えできることを大変嬉しく思っております。今日のテーマですが、 効果的で包摂的ネットワークされた21世紀型多国間主義を目指してとなっております。今世界の人々はかつてないほどの複雑な課題に直面しています。さまざまな土地で戦争や紛争が 勃発しておさまざま、えー、な国家における脆弱な統治そして社会経済的な不安かそして不確実性は膨大な数の避難民そして絶望的なあるいは必死の移住を生み出しています。 しかし大国間の競争が激化する中国連の安全保障理事会は世界の平和と安定の維持回復に関する共通の認識を得ることができないでおります各国間の緊張と分断の高まりによりマルティラトラリズムあるいは多国間機関は気候変動持続可能な開発目標 SDG グローバルヘルス開発途上国の不 平等と貧困まさに差し迫ったグローバルアジェンダに効果的に対処することができないでおります。新しいテクノロジー、特に人工知能が出現しています。人類の平和と繁栄に大きな希望を与えるものになるかもしれませんが、一方、同時に新たな脅威ももたらすかもしれません。こうした重要な問題は今日の国際諸国の現実を反映した。 より包摂的でネットワーク化された効果的な多国間主義によるグローバルな解決を必要としております。アントニオ・グテーレス国連事務総長が招集します未来サミットは、グローバルガバナンスと人々の集合的な共の未来を見直し、そして強化するための極めて重要な場となりましょう。 本日は国連政策担当事務次長のガイ・ライダー氏をお迎えすることができました。メインゲスト、スピーカーとしてご登壇いただけることを大変に光栄に思っております。ガイ・ライダー事務次長は今年9月にニューヨークで開催されます、まさにサミットの会議の準備。 の最前線に立っていられますまたパネルディスカッションではまさに日本代表するような指揮者専門家の方々にもご参加いただきます。今日のこのセミナーがグローバルガバナンスと多国間主義についての皆様方の認識をさらに深めそして危機の根本原因を探りさらに解決策を見出すための私どもの思考そしてその視点。 お塗りがある上で機会になりますように願っております活発で両方向の議論を期待しておりますコメントも質問もぜひお寄せいただきたいと思います会場でもオンラインでも歓迎いたします それでは、モデレーターのエバラミさんにマイクをお渡ししたいと思います。エバラさんは元の NHK のエディターインチーフでいらっしゃいます。国際特派員としてロンドン、ニューヨーク、バンコンクにも駐在していらっしゃいます。私は実はバンコクでお会いしております。えー、著名な国際ジャーナリスト集。 賞を多数受賞されていらっしゃいますそれではお願いいたします 吉田さんありがとうございいいまますす、ま、たお会いででて嬉しいです皆様、こんにちは。茨原美樹と申します。ジャーナリスト、そして元、まあ、NHK の国連特派員です。本日のイベントの司会、進行を務める機会をいただきまして、大変うれしく思っております。ゲストです。ガイライダー国連事務次長政策担当です。2020年の10月から一緒に就任されたと伺っております。そして、この現職を習う前には ILO 国際労働機関、ジュネーブの のですね、の事務局長を務めていらっしゃいました。あそれから次が早稲田大学の中林美恵子教師になりまして、ホリカルサイエンスの専門家、そして日本の衆議院も務めていらっしゃった方です。そして吉川大使、ベテランの外交員で、そして日本の元国連大使を2013年から2016年まで務められた方です。今は国際キリスト教大学で、 教えていいいらっしゃいます他にもいくつか、えー、大学で教えていいらっしゃいます皆様ようこそでは、ライダー様の方から、まず基調講演をお願いしたいと思います。どうぞ。エバラさん、ご紹介ありがとうございました。えー、そして、えー、お集まりの皆様方、感謝申し上げます。大変重要なコンポセーション、対話になると思います。大変に喜んでおります。 でまず、こうさせていただきます。サミット・オフ・タ・ショー・フューチャー。この9月にニューヨークで開催されます未来サミットの話をしたいと思います。世界のリーダーが国連に集って、そしてまさに今日のミーティング。 のそのテーマそのものについて討議をいたします。より効果的な、包摂的なネットワーク型のマルティラテラリズム、多国間主義を構築していこうということです。なぜそんなことをしようとするのか。まさに複数、マルチプルの危機の時代です。マルチプル、複数のグローバルな試練、課題があります。今朝おきまして、テレビをつけますと国連からの新しいレポートがありました。1億2千万の人々が、 今、避難民であると、天災、自然災害、紛争、戦争が原因です。まさに日本の人口に相当する人間がそういう運命にあっているということで、これだけでも人間がいかに苦しんでいるか、お分かりいただけるでしょう。ガザ、そしてウクライナでの紛争、日々、新聞、メディアの見出しを飾っているにかかわらず、終止符を押すことができない、あるいは予防もできない。一方 今日は東京暑いですね気候変動がまさに予想以上に我々の対応力を超えたスピードで気候変動が進んでおります。日本の皆様方は SDG 一生懸命頑張っていらっしゃいますがまだゴールが達成できておりません。まだ15%の達成率、成績としては大変にお粗末です。ということでグローバルのチャレンジ、長いリストがありますが効果的な対応、レスポンスが見られていないと。 いうのが現状ですだからこそ人はこう問いかけます。一体国連は何をしているのかなんで一緒になってコレクティブ集団として効果的な対応策に当たることができないのかと複数のクライセスになぜ立ち向かうことが国連はできないでいるのかとそれは有効な質問。ということは国連ということは加盟国から構成されますから国連とその加盟国がなんとかそのアクションを起こさなければいけない。 答えなければいけないということで、未来のサミットはまさにそれをしようとしております。9月にニューヨークで開催されます。そこで ファクト未来のための協定を採択しようとアクション主導型の193加盟国の合意をまとめようと193の加盟国の合意コンセンサスを得るということは絶やすいことではありませんがしかし主要な領域で変化を促す改善をしなければいけないようなそういった協定将来のための協定を結ぼうとしております。ということでもうちょっと内容のお話をしたいと思います。持続可能な開発 SDG、まだ2030年のアジェンダ、未達成です。まだ軌道に乗っておりません、進んでおりません。我々としては、SDG のゴール、一生懸命頑張っていますが、コロナのせいで、ウクライナの戦争のせいで、みんな、 そ,のそういうせいにいたしますが、実はその前から、まだ SDG のゴール、ちゃんと軌道に乗っていない、進んでいないということです。ということで、貧困、そして世界の危機が根本となる問題に取り組まなければ、決して SDG は達成できません、むしろ逆行してしまいます。それから国際的な平和、安全保障にも取り組まなければなりません。ガザー、そしてウクライナ。 皆さんいろいろ考えていらっしゃいますがしかしいわゆる国連的な平和維持官ブルーのヘルメットいわゆる国連のブルーヘルメット平和維持軍が。うん 西アフリカのマリーから出発いたしますからコンゴからもいなくなりますからスダンのミッションもありますイラクそしてスマリアということでそれで平和維持軍がどんどんだんだん絶対するということで平和維持のオペレーションも何かきっと問題があると何か今ちゃんといってないということで予防しなきゃいけないとそして紛争が起こらないように平和を維持する平和を保つそして平和を生み出すために安全保障のために働け 猫なならいいととうことです AI があ,あるいは知識的な兵器になりうるかというような話題がありますが、それから宇宙空間の世界、それ SF の世界ではもはやありません。それで宇宙空間についても取り組まなきゃいけません。新しい平和のためのアジェンダ。 に真剣に取り組まなければならない。平和と安全保障に取り組まなければなりません。技術、そして新しく誕生する技術にも取り組まなければなりません。みんなご存知だろうと思いますが、まだ、あ、今とんでもない素晴らしい技術転換がされています。多くの善、進歩をもたらします。歴史はそれを示していますが、しかしそれがすべてに人間にとってのプログレス、進歩ではかなもなりません。 一部の人間には平気したいいものであったしかし恩恵を受けない人々もたくさんいますということは人類全てにとってためになるような技術を求めなきゃいけないとそしてガバナンスの問題がありますガードレールをちゃんと作ると人工知能新しいバイオ生化学これも そのマイナスリスクもたくさんあります。まあ、これは随分遠慮した言葉でありますけれども、あの存存に関わるようなリスクももたらし得ると、まあ、技術的なチャレンジというかもしれませんが、実はこれは地政学的な課題でもあります。それに対するガードレールを設けなきゃいけないと、それから今の若者、そして将来の世代を考えなきゃいけません。国連の仕事にもっと若者をエンゲージしてほしいと思います。国連 若い人々はみんな国連の理想に共鳴する人々が多い。しかし、そういった人々がちゃんと距離を置いてしまって、国連を理解してないと、国連にもっと入って参加してほしいと思います。それが今の若者ですね、将来の世代。 ままたた違った話になります。19億のヤングピープルが今いますから、まだ誕生していない若者が100億います。今世紀末までには新たに100億の生命が誕生します。その将来の世代、事務総長は考えています。 今の意思決定がそういった将来の世代にとって過去を残さないようにちゃんとした意思決定でなければいけないというふうに考えます。まさに世代間の連帯、そして正義、そしてサステミリティの中核にもなるからです。ということで、将来の世代についての宣言も初めて採択したいと思います。で、最後にガバナンスについてお話ししたいと思います。えー、国連の関係者、東京に行きますと、安保理の 改革ばかりりが話題になりますアジェンダのトップにもアンポリの改革が出てきますがしかし国連とそのガバナンスシステム統治機構は45年の世界を投影しているということで2020年の世界ではありませんこれは普遍的世界的に認識されてもそれに対して行動が打たれていないということで今プレッシャーが高まっておりますアンポリの改革を進めなければなりませんそしてちなみにアンポリに対する批判 これは IMF、そしてブレート・ウッズ体制の機関にも向けられます。安保理と同じ時期に誕生したそういった機会はやはり45年の状況を引きずっているということで今の途上国、今一番必要としている途上国の期待に応えられていないと思います以上が課題です。 事務総長がこの未来サミットを提案された時彼はその課題というのを非常に明確な言葉に残しました。つまままり今のの道筋でこのまま それを維持すれば、これは崩壊につながる。でも、国連システムを変化し、改革することができたら、ブレイクスルーをすべての今のグローバルな課題に対してもたらすことができるであろうとおっしゃいました。まさにそれがこの未来サミットの狙いです。もっとたくさん言いたいことがあるんですけども、まあ、とりあえずこのぐらいにしておりまして、あとは質問にお答えしていきたいと思います。<laughs> もうかなりいろいろな材料が出揃いましたね。ちょっと質問をよろしいですか。 このサミットというのは何日間開催されるんでしょうか、あそして、ここに参加するリーダーは、まあ、この短期間中に何か合意できるんでしょうか。 今のご質問を実は私の隣の隣の吉川大使に実は委ねたいんですね。彼はこういう仕事をしたことがありますからあの答えは2日間です。でももうすでにその2日間に向けて交渉は始まっています、まあ。通常はその首脳が到達の,のそこにいらっしゃる前に調理を始める。 わけです準備を始めていますのででは中林美亜子教授の方からコメントをいただきますでしょうか今のライダー氏のコメントに対するご意見をお願いいたしますライダー事務次長非常に包括的にご説明いただきました国連がいかに今の 我々の生活にとって大切かそして将来の世代にとって大切かということをお話しいただきました。私も全く賛同いたします国連が その使命をしっかりと全うしそして世界中の方々に報酬をするということがいかに重要か私も感じておりますで。日本ではおっしゃった通り安保理改革というのは本当に大きな大きな課題です問題です。で今現在ガザとかそれからウクライナなどで起こっている紛争 これらはやはり効率よく対応できない、それはあの安保理の常任理事国の間でのまあ明らかな意見の対立があるからです。また、ポリティカルサイエンス、政治学という観点から考えると、やはり政治的なポピュリズム。 迎合主義というのがやはり対応が極めて難しくなっているんだと思います。どのような、まあ、この政治的なポピュリズムとは何かということを明確に分析したわけではありませんけれどもその力がどんどん増してきています。彼らはグローバル化に反対グローバリズムには反対。そして。 あの高学歴の方々による議論というのは、まあ、科学的なレベルでの議論例えば地球温暖化とか気候変動といったようなそういういわゆるエリートによる議論 が、一部の方はま真実ではないと規定されるわけです。で、このような本当に。まあ信じられないと言いますか？あ、そういう立場あるいは主張というのが今どんどんと。 普及し始めめてていいまますす人気を集めています例えばアメリカもそうです。ある特定の前、まあ、前大統領がそのような主張をしているわけですが、でもそれ以外の国でも、例えばヨーロッパでも、そして日本でさえも一部の若い方々がそのようなまあ信念にまあ吸い込まれてしまっている、まあ、ある種のまあ信念だと思います。例えばワクチン反対とか 予防接種に反対をするとかあるいは移民反対などなどです。で彼らはあまりグローバライゼーションを好みません。 このような厳しい難しい政治環境の中で我々はヨーロの方々に納得してもらわなければいけないんです。我々は非常に善意に基づく力であるとそして国連というのはまさに希望となる中核的な重要な信頼に至る機関であるというメッセージ。 これを主張しなければいけないと思うんです。で、そのようなメッセージをできるだけ多くの方々に、世界中の方々にこれから広めていくことが必要になってくると私は考えています。で、これは喫緊の課題でもあります。国連とかグローバライゼーションについていろいろと議論をして、そして、 また、違う世界を信じているような人たちをどうやって説得していくかということはとても重要です。そこで、まあ、このような今のトレンド傾向、どう考えていらっしゃいますか。また、国連に対する、まあ、期待がどんどんと高くなってきているように思います。いろいろな。 世界の,あの難しい課題を今解決できないでいるその中でやはりあのそのような能力を持つ機関は今は国連しかないようにも見えるわけです。で以上が私の意見です。では吉川大使。 ありがとうございます。こうした機会をいただいて大変に嬉しく思っております。日本にようこそおいでくださいました。ライダー、事務次長、そしてプレゼンをいただきましてありがとうございました。元の外交官ではございますが、今回は外務省のブリーフィングなく、全く試験というか、自分一人でこうやってやってまいりました。そこでいくつか、 皆様方とその考えてみたいと今お伺いたお話に対するリアクションにもなります。簡潔にお話しいたします。まず未来サミット9月。大変厳しい状況の中の開催となりましょう。2つの戦争が進んでいる。 ウクライナの戦争そしてガザ地区の戦いこれがそのサミットの成果に暗い影を落とすかもしれません。そののような状況の中でサミットが改めて 国連の検証の主要な原則を再び私どもが認識できるようにそういったリマインダーになることが大事だろうと思います。その主要原則ですがまずいかなる紛争も平和的手段によって解決されなければならない武力によって解決されるべきではないということです、まあ、ウ,クラウクライナへのロシア侵攻については考えています。 それから基本的な人権を守ると、えー、それは推進されて守らなければならないと、今日の状況を考えますと、えー、国連は市民、民間人のプロテクション、保護が大事であると、武力紛争の中でもやはり市民を守ることが大事、戦争でもやはり守るべきルールがあります。 民間人、スビリアに危害を加えてはならない、学校や病院を標的にすることはできませんが、しかし、ウクライナやガザで起きていることは、まさにそういったルールを破っています。安保理で重要な決議が採択されました今週、それによってガザでの前進。 が見られることを期待しておりますそしてウクライナの侵攻、ロシアはその侵略をやめるべきと考えます。ヒューマンセキュリティ、人間の安全保障はやはり強調されるべきだろうと思います。エンパワーメント、国、個人のエンパワーメント、そして保護、弱者の保護。 とということですそれから第二のポイントになりますけどもウクライナとガザは確かに、えー、大きな紛争で絶対に解決すべき重要な課題ですが残念ながら世界の問題はそこにとどまるものではありません。STG のお話ありました。ちゃ,ちゃんと今日 STG バジーをつけてまいりました。 えー、身につけるだけで問題の解決にはなりません。えー、特に近畿の課題のでは SDG の中でも気候変動がありましょう。えー ゴールの一つでもありますが気候変動の重要性を強調いたしますのも私は実はパリ協定をニューヨークで署名する栄誉によくしたからであります2016年4月に日本の政府代表として署名する機会に恵まれましたそれだけでありませんパリ協定の進展が極めて遅れていると進展が極めてスローであるということで申し上げております ます。グテーレス国連事務総長が、三つの存立的な危機事態ということを最近おっしゃいました。その気候変動は、その一つであります。国連の加盟国の間では。 地球温暖化を抑制するために取るべき行動について幅広い合意はあります。このサミットでも気候危機をぜひ浮き彫りにしていただきたいというふうに願っております。討議していただきたいと思います。最後に未完の問題があります。これなくしては話を終えられません。日本のフェイブリット、好きなテーマ、まさにアンポリの改革の話です。地務次長は 第5の柱というようなことも言われておりますが、国連検証は一つ予見しなかったことがあります。常任理事国はその検証を守るべき任務を与えられていますけれども、 そのある一国がそういった義務違反で意図的にその検証違反をしているとすなわち隣国を侵略するという行為を取っているわけですそして侵略をやめるために提案された決議はこの常任理事国が拒否権を発動によって否決されました。 平和を守るべき検証その守るべきその国によって拒否権が発動されてありますが紛争当事国は投票を棄権すべきだというそういう検証規定があります。まさにこの条項が この決議案が2年前に評決にされたときに適用すべきだったという意見もあります。ですから改革だけではなくてそれ以前の検証に基づいてきちんと行動するともう検証を守るともうそれがまさに改正以前の問題であります。拒否権を廃止する これは難しいいと思いますしかし、しかし、えー、アンポリオを改革するということは、構成策があります。正当性と有効性を取り戻す、そして今日の世界情勢を反映した SC 改革は必要だろうと思います。3分の2の加盟国、193の127、3分の2がドラフト、合意すればいるわけ。 いいわけですからこれは決して不可能なことではないと私は思っております9月のサミットライダージムジショーがおっしゃったように新しいモメンタクを与えてくれることを国連グレートを打ズ体制が新たにこれにフォーカスすることができますその機会となりますように 最後になりますが、この冒頭の発言、もう一つ強調したい点がございます。それ対話の重要性です。世界は今どんどん分断を深めている。二極化どころかもう、もうたくさんの極に分かれてしまっているわけです。マルチポーラーで分かれてしまっていると。と 多角化というか多極化しているということでそのうちの一部の声自分の考えていることこそだけがそれが唯一正しいと思う人ばっかりが発言しているとしかし時として他者の声も聞くことも大事です42年間は外交官として仕事してまいりました外交の真髄それはコンプロマイス妥協を を求めることです対話を通じて折り合いのところを認めるとただ主張してはいさようならということではありませんえ未来のサミットがダイアログ対話のプラットフォームを築いてくれますようにモノローグ一人ごと一方的な発言のプラットフォームであってはならないと思いますありがとうございますではどこから始めたらいいでしょうかもうたくさんの議題が今 ディスカッションしたいことはたくさんあるんですが、まずパネリスト間の討議から始めたいと思うんですが、最後の20分、25分ぐらいを必ず皆様からの質疑応答に充てます。それはお約束いたします。で、この会場にいらっしゃる方、それからオンラインの参加者、両方から質問を受けますので、挙手をされるか、あるいはオンラインでぜひ質問を投稿してください。では、ライダーさん。 今のお話の中で何が一番印象に残ったでしょうか、まあ、たくさんありましたねまず最初に申し上げられるのは今ここで言われたことで私が異論を唱えられるものは一つもないと反論するものは一つもないということですがただもう一つあの私が特に強調したい点があります中林教授それから吉川大使お二人とも同じことに復元されました、まあ、具体的な課題題とか今直面する問題を をさておいてやはり国連では根底的な問題があってそれは今現在の世界を反映していないとい,うということなんです政治のまあ、ありとあらゆるところで例えばアメリカでもヨーロッパでもある他の国もそうですか、ある一つの機運というのが高まっていて考え方が高まっていてそれは いわゆる国益というものを守るのと、それから多国間主義とは逆行していると、つまりその間に矛盾があるのだと、愛対するものだという考え方なんです。で、私の国が第、あの、がまず中心で、それ以外の国は、あの、 別にいいいいいととどううででも考え方なんですねであの国連に来る大使がもし全員が日本の国益だけを最初に置いて考えていたらあ,のあまり長く大使は進められなかったと思います。でもこの対話をしないそれからコンセンサスを求めない折り合いをつけようとしない、まあ、そういったことを考えると国益だけを主張していたらあの多国間主義は機能しません機能不全に陥ります。 というのはこの2つの間にはやはり論理的な愛、排律があるからです。でもし世界的に対立があるのであれば、まあ、事務総長は今現在世界というのは1945年以降の多国間主義の最も深刻な危機にあるとおっしゃいました。それはまさに今申し上げたような根底的な考え方があるからです。で我々が直面しているさまざまな課題を考えてみましょう。例えば気候変 気候変動というのは多分最も喫緊な人間にとっての存続の危機の一つだと思いますあの。吉川大使がおっしゃった3つのうちですね。例えば COP29 がアゼルバイジャンで11月に開かれます。そこで進捗があ,ったあるとは思うんですが、ただ問題は世界が分断されてしまっているという点にあります。つまり 気候変動を引き起こした人た人ちつまり、止める古い、えー、あの北半球の先進国がその問題を解決するべきだと思う人が多いわけです。つまり、途上国、それから新興国は、まあ、先進国。 に対してお金を払いいなさいとあなななたたたちちが私たちの気候変動対策を負担しなきゃいけないけんですよと,ところがそれが合意できないですからお互い理解がし合えないんです例えば欧州議会の選挙が強いこの間ありましたけれどもグリーンパーティーが実は勢力を落としましたというのは気候の対策を取ったら雇用が減りそして生活水準が落ちるだろうとみんなが思ってしまったからなんですですから本当に難しい局面ですこの局面から抜け出せない限り 本当にに人間にとって大変な問題が起こりそれからもう一つ言いたいのは国連に対する信頼がないとつまり国連を信用できなくなっているという人が多いんですが私はそれは言葉も間違っております。まず人々が国連が、まあ、戦争も気候変動も止めることができないそれから SDG もあの実行できないつまり非効率だと考えている。で国連が例えば安全保障理事会が完全に してていいるるとととうここはは誰誰ででででもも見ががきき広く批判できまますすそれは確かに正当なあの根拠がありますただもうちょっと見えないところがあって例えば紛争を予防できたそれは国連の仲介が成功したからでもそのそのような見えない成果については人々は話題にしないわけですつまり非対称性が成功と失敗の間にありすぎるわけですそれから2つ目に多くの方はこのシステムというのは不公平だ アアンフェアだと思っているつまり途上国の世界はこのシステムは基本的にはあの止める先進国、工業国に有利になっているそこが悲劇するようにできていると言われています。まあ、で,もで、今のパワーシステム権力構造というのは1945年を反映して,してそれも不公平です。それからポピュリズムつまり私の国が第一だと考える考え方もあります。ですからここから脱却できなければ吉川大使おっしゃる通り この未来サミットではその対話をするそういう機運を高めなきゃいけないつまり国益を推進する唯一の方法は国際的な行動をとることであり気候変動とか開発とかに対してはやはり多国間主義なしでは効果的な解決策がないということを打ち出すべきです。トトラスト信頼あるいは スストラスト不信とその話をもうちょっと進めたいと思いますが SDG の目標とするところを分かってそれを支持する人々がいるわけですがそもそも国連という組織は必要なんだろうかなぜ必要だ。 という人もいるんですけれども、どうお答えになりますか。ちょっと日本の皆様方にお答えいただいた方がいいかもしれません。多分皆様方のよくご存知だろうと思いますが、いつも不思議に思ってるわけですが、STG このシンボル。 もう一番世界どこでも認識してらっしゃると。なぜここまで STG 意識が高まっているのかと、この色が良かったのか、それは一生懸命勉強して、えー、勉強なさったエデュケーションの高い人々なのか、なんでここ私としては不思議なぐらいです。調査結果を見ても、そ国連の を好ましく思う人々は他の国も低いんですねこれはまさに矛盾だと思うんです日本は分か 日本の方が分かるかもしれません、歴史的なことかもしれません、分かりませんが、これだけ例えば c g の意識が高い、えー、しかし実は国連を好ましく言おうことを思っている方は、日本は実はランキング的に低いということは、国連としても日本の方々と一緒になってエジュケート、教育して、認識を高めていただく、そして説明する責任もあると思います。はい。 STG のバッジをつけております実は初めてなんですほぼ初めてですあらこれを言っていいのか悪いのか正しいか分かりませんがこれあくまでもシンボルに過ぎない経過でも 以上でもない、えー。しかし大事なのはアクション行動であると。しかし企業のトップ幹部であれば例えばうちの会社は SG のルールにのっとって行動してますということを外に示す上でこれをつけることが意味があるわけです。で株主もそれをまた期待していると。ということで。 これはメディアにもマスコミにもつながってるしパフォーマーというかイメージですね会社のイメージにもつながるとでもしかしこれは国連が生み出すものと知ってる人はど,いたいどれぐらいいるのか分かりませんそう誰も分からないでしょうとにかくそれをさておきまして グローバリズムについては後ほどお話ししたいと思いますが、ミステリー不思議なんです。ミステリーがあります。日本の世論調査、日本ので世論調査しますと、その国連に評価が低いんです。40%は。 あーそのネガティブ50%がネガティブであるわけで他のその敗戦国ドイツなんかと違うんですドイツでは68%は国連はいいということでネガティブな意見を持つ人は30%日本は違うんです一体なぜ日本はその国連に対して否定的な意見がこんなに多いのかとでごく短い答えになればこれ一つのイメージがあると思います国連 全てをデリバリーしようとしていると戦後を日本は国連を信用いたしました国連のおかげで日本を含む世界に平和安全が訪れたとしかし しかしそれが最近覆されていると、期待が高いだけに裏切られたという気持ちもあるでしょう。そういう人もいると。それから、国連は世界二次大戦の勝利国の産物であると。だからそういう国連では正しいステータスを日本が与えられていないと。ということで、懐疑的であると、検証も全然変わってないじゃないかと。 ですから国連の考え方も変わらないとそういったことを裏切られた期待を裏切られたとで当初からは国連に否定的であった人々それがために50%というこういうネガティブな数字が出てきたというふうに私は思いますもうやるべきことはたくさんたくさんありますこれはサクセスの一つの成功物語だと思いますがということで 日本の国民の間でも子どももこのマークポピュラーです学校でもでいろいろ教えられているとということでそこでイメージをかそういうことを使って国連のイメージをよりポジティブに変えることができるんじゃないでしょうか中林先生「マイカントリーファースト」うちの国が大事大事というそういう「マイカントリーファースト」ううトストについてお話になりましたが。 それは多,多国間主義に対してどのような影響を与えるでしょうか、ちょっとその前に、SDG について、大使がお話しくださいましたから、ちょっとそれについて私も申し上げてもいいでしょうか。 グローバル化の講座を大学で持っていて教えていたとき、まず初日に学生に見せるのは SDGs のゴール、目標です。これ、まず示しました。 これは非常に有効的な方法で、これをもってして学生は、どういう国際問題に関心を寄せるべきか、問題意識を持つべきかということが分かるということで、非常に不便になりました。ということで、学生の多くは SDG について理解、知ることとなりました。一方、企業当時、コーポレートガバナンスでは ESG こそがコーポレートガバナンスの中核になります。ESG なんですね。しかし、学者、

そのをその ESG を理解する上で使うと私もグローバルビジネスソサイティ学会にも所属しているので ESGSTG は企業にとって両方ともクリティカルであるとその投資家対投資家としていかに企業がちゃんとしているかを示す上で s t g s g が大事であるとそして幹部 KG の評価もそれに基づいてなされると ESG がちゃんとあるいは STG がその仕事。 そのを実践しているかそれが業績評価個人の業績評価にもつながっているということでまさに企業文化にもなっているわけですじゃあ SDG の後は国連を何を持ち出してくるかとその後はどうなるかという、まあ、興味があるわけですがそういう好奇心は今高まっていると思います日本の社会の中で SDG の後はとでミステリーという話しますが海外に行きますと どこに日本の SDG のピンがどこに海外の方がいらっしゃる SDG のピンがどこにでもあります。ついてるんですけども。ああイア、アー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 、ー、ア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 ー、 海外ではそれが全然見られていないと、国連はちょっと海外ではどうなさっていらっしゃるかと、日本の広報の方々が頑張っていらっしゃるという一つの成果だと思いますけれども、それもちろん国連としてということですが、他はどうなっているのかと、それからポピュリズムの話ですが、その。 政治的な信条、システムを制度化して人々をその結集する、まとめるということの困難さですが、これがますます今難しくなっています。これはアメリカ、ヨーロッパだけではありません。アジアの国々。でもそうです。い,いずれもかなり分かれています。陰謀論。 もうまた非常にポピュラーになっています。ちゃんと教育を受けた人々を一生懸命会話すると、例えばこの部屋でも一生懸命そういうきちんとした会話、対話をしようとしている、そういう対話を好まない人々がえたくさんいるわけです。一部の政治家は、 まさにそういった見解の不一致を政治的に悪用といいますか、政治的に利用しようとしているわけです。有権者、学生、そういった人々も、そういう力もあるんだということを理解しなければいけないと思います。 それがまた原因となって今の制度機関に対する不信の念が生まれていると政府に対しても国際機関あるいは一生懸命その一生懸命勉強してエジュ,ュケーションを受けた人々に対してもむしろ不信の念を持つようになっているということで常にそういうことを認識して我々がきちんと平和 その福祉のためにきちんとその正しく人間のために行動しているかどうかということを改めてこの再認識する必要があると思います。復元してよろしいですかライダーさんがおっしゃったこと、一番冒頭におっしゃったことに対する復元ですが、外国間というのは国益を守るそれはその通りです。 私の、まあ、大学時代の教授が緒方貞子さんだったんですけれども彼女はこう言ってました。本当の意味での愛国者ナショナリストになるためにはインターナショナリスト国際人でなければならないんだと彼女は言いました。世界中で起きていることを理解できなければ歴史文化人の意見を聞くことができなければ。 国益も守れないというのは国益が何か守るべき国益が何かが分からないからだと彼女はおっしゃいました。これを繰り返したいと思います。本当の意味でのナショナリスト愛国者になるためにはインターナショナリスト国際人にならなければいけないという言葉です。つまりジャパンナンバーワンとかアメリカナンバーワン。 日本第一アメリカ第一というような形で外交官は国益を守りますがでも最終的にはどこかで妥協点を見出さなければいけないんです。 まあそのためにはインターナショナリスト国際人である必要があるというのは相手側も何かその何かを勝ち取って母国に持ち帰らなければいけないからなんですつまり総取りということはありえないわけですで国益とか外交とかあの国連の作業でも同じことが言えると思います私はですから私の仕事は国益を守ることだという時にはちょっと条件づけ そうでないとそういった言い回しというのはちょっと誤ったイメージ真実とは違うイメージを与えてしまうと思うからです。 ライダーさんどうぞよろしいですかちょっと今の発言に対するフォローアップそれから中辺教授が前におっしゃったことについてですがまず今大使がおっしゃったことに私は100%合意しますがそれにもう一つ加えますと国益を守るためにそのゲームのルールを守らなきゃいけないつまり国際法 例えば人権法とかそれから戦争に関する法律の範囲内で行わなければいけないということなんですで、今の置かれている現状というのはどうやら法の支配というのが無視されているあるいは違反されているんですまあ、例えばある安保理常任理事国による明示的な行動によってそしてその成果を顧みず そのように一切罰則を受けることなくそのような違反ができてしまうような気分があるわけですでこれはまさに多国間主義の背後にある規範そのものを侵害しているわけですでその枠組みの中で そういった妥協ができなければ大変危険なことがになるということを申し上げたいと思います。それから教授がおっしゃってたその不信感ですけれども、どのような公共機関もそのような信頼とか信用を失うというそういう危機にあります。で、その理由の一つは中林教授もおっしゃった通り、やはり情報の世界の共有の仕方です。我々はよく まあ、いろいろと批判するんですけれども偽情報それから誤った情報というのが世論を形成し始めている。以前はでできななかったよう形形世論形成に 偽情報誤情報報誤が使われてきてきる、まあ、それが今の情報のまあやり取りの仕方によって起きてしまっている。私の隣の人はジャーナリストなのでちょっと言,言葉を選ばなきゃいけないんですが、これによって信用を失われてきているんです。人々は科学者も信用しない、政治家も信用しない、専門家も信用しない。まあ、彼らは全く別の世界の人だと考えている。まあ、そういうい 状況には対応する必要が絶対的になると思います。この未来サミットの周辺で国連は公共情報の誠実さ、インテグリティという原則を出そうと思っています。つまり公共情報のインテグリティ、誠実さというものを あの保護するために必要な原則ですね。で、これは世論形成に非常に重要です。国連はどうやってそのようなフェイクニュースだとか、あるいは誤った情報、国連についての偽情報とか誤情報に対抗してらしたんですか。で、特にあのコロナの時はあのこれが非常に。 頻繁に起きたと思うんですけれども確かにコロナはいい例です例えばワクチンについて言われたことそして今でもワクチンについて言われている誤った情報というのはこれはまあポピュリスト的な考え方をどんどんと助長してしまっていますで、国連というのはまずその価値を守るそれから科学的なに裏付けられた行動を取る この2つのつ原則を守らなけければいけません例えば WHO というのは、まあ、国連の一部ですけれども、まあ、そのコロナ中の批判、まあ、これも我々は戦うことで克服しなければいけなかったんですが、まあ、そういった問題があったということを認識した上であのグローバルな原則 というものを導入して公共情報の誠実さ、インテグリティを守ろうとしています、セで、偽情報、誤情報について一つ言えるのは、まあ、それによってたくさんの国連の平和維持軍の命がそれで失われたということなんです。陰謀論とかそういった偽情報というのが特にアフリカであの平和維持軍に対して、 使われてそしてそのような陰謀論によって亡くなった実はあの平和維持軍の兵士もたくさんいたんですですからまさに失うものは大きいと言えます。この偽情報、誤情報それから陰謀論というのが我々の、まあ、存続を危うくしています。気候変動は非常に大きな問題であり、まあ、これから人間が 例えば200年、500年後存続できるかどうかというも、もしかしたら人間はその頃には死滅しているかもしれない、そのような存続に関わる脅威です。ですから、そういったフェイクニュースとか。 あるいは誤った情報をコントロールできるかどうかというのはとても重要です。で、それについて真剣な議論が必要だと思います。そうでなければ気候変動に正しく対応していくことはできないのではないかと思います。ありがとうございます、うん。ライダーさんがおっしゃったことに復元したいと思います。国際ルールの重要性です。 ウクライナ、そしてガザの危機を通して見えてきたのは国際的な司法機関の役割です。ICJ、国際司法裁判所 ICJ はロシア連邦に侵略をやめるように命令を発しました。ICJ は イスラエル政府に対してガザの爆撃をやめるようにという命令を発信いたしました。ICC、失礼しました。ICJ は警察官がいるわけではないと。ですから、執行官、いわゆる執行理なかったわけですけど、非常に対応が速やかであったと。それから ICC は。 ロシア連邦の大統領、戦争犯罪で起訴しました。ICC のメンバーは、ですからロシア連邦の大統領、メンバーは逮捕してハーグに、えー、送らなければいけないと、もちろんそんなことは起こってないわけですけど、ロシア連邦は、 大統領は、だから南アフリカに行くことをやめたと。ICC の一部に、ICC は ICC の加盟というか、参加しているということで、ある程度の効果はあったと。ICC の方は イスラエルの首相についての調査、捜査を始めています。からハマスのリーダーについても ICC は調査、捜査を始めています。昨年の10月7日以降の動きについて、もちろん ICC はアメリカも中国もロシアも参加していないわけで、国連とは違いますけれども、少なくとも国際的な司法機関、 の動きということも忘れてはならない、覚えていかなきゃいけないと、でむしろそういったところを強化する必要があると思います。ICC は最大の拠出国なんですね。アメリカと中国にも参加してほしいと思います。うちは第三でいいんです。ししかし なんかやはりそれもきちんと皆様に留意いただければと。ありがとうございます。国際刑事裁判所 ICC ですが、こういった2つの機関 ICC、国際刑事裁判所 ICC の動き ICJ の動きは非常にエンコレッシュメントであると、ただその、そういった決定が無視されているということです。で国際司法がどういう形でその有効であったか、有効であったか。 その元旧ユーゴスラビア、それからルワンダではその有効利に働いたと、ですから南の小さな国だと動くと、しかし大国だとやらないと、これは不平等な適用という言い方をされてしまうわけです。じゃあどうすれば現状を変えられるでしょうか。 国連の改革について話したいと思いますあの。ランポリの話だけではなくて、国連制度のシステムそのものですが、ライダーさん、現在の常任理事国の間で、何らかの改革が必要だというコンセンサスはそもそもあるんでしょうか。 何か、何らかの改革が必要ということは、常任理事国はどう考えているんでしょうか。これは未曾有のことだと思いますが、このアンポリーの後常任理事国は変化に抵抗すると、まあ自ら守るべき利益はあるわけですけれども、しかし改革は必要と言っています。バイデン大統領も国連総会の場で そのアンポリの改革について話をしていると、その他の常任理事国4国も同じような動きです。で、ここについて2つの見方があると思います。しかし、本当についていると、ただその改革の内容についていろいろ考え方が違うと。だから前進がないと。また スピーチするのはえその演説でスピーチするのは簡単であるとフリーギフトと同じですねその。シニカの人たちはそういうことでただ言うだけじゃ足らんということです。で日本のオーディエンスにとってはやはりアフリカがやっぱり二次国に入るべきだという,う,という意見があってそこにはコンセンセスがあると思いますが。 しかし、ただ一つだけの問題ではないと。事務総長は、か、つないほどか、何故か、何故か、の故か、何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 故い何故か、何故か、何故か、ただか、何故か、何故か、何、まあ、にできることではないとその。 この9月のサミットで解決できるものではありませんけれども、しかしモメンタムは高まっているという、やっぱり稼働な期待をしていけないときませんけれども、改革は確かに、より多くの人々が求めるようになっていると。吉川先生、大使、いかがでしょうアンポリの改革を93年からずっと見てまいりました。ワーキング,グループができて、私は ポリカオフィスのディレクターとして任命されました。それをやってたからといって、今申し上げるわけではありませんが、モメンタムあると思います。勢いといいますか、その今、力出てくると、ただそれをどう前に進めていくかと。 12分いただけますか、波、アンポリオを変える波やりました、60年代。 これは多くの国が独立したということで、例えばインドなどで新しい波がありました。加盟国の数も増えました。それで11カ国から15カ国に常任理事国、失礼、アンポリーのメンバーの国を増やしたわけです。それから第二の波、これはアナ事務総長が。 2005年になんとか起こしたわけですけどもしかしうまくいきませんでした今第3の波が起こっていると自動的に波を寄せてくれるわけではないとこれまあ人口の波ですからマンメイド。 現在の体制でハッピーではないと、いわゆる今の体制が十分に世界を代表するような構成になっていないという人々がもっとその立ち上がると、そういった127国、1回では1回の動きでゲームが決まるわけではないと、常に継続的な動きで、このもっともっとこのプッシュすることが大事であると。第3の波。 今、その生み出すことができる、起こすことができると思います。あまりにも多くの国が今、今の状況に満足していないということがあるからです。そうしますと、どうやってプッシュしましょうか <laughs> まず第一に、まあ本当、今おっしゃったこと、本当にそう思います。こういった物事のネイチャー、 性格を変えますとそしてそのチャンスが高まってまた自然に衰退してしまうとで上がったり下がったりというそういうあるわけですマルティラトラルなコミュニティでまあ、そこでいろいろいろんな動きあるわけですけれども それはその改革への呼びかけ、みんな分かれてるわけです。そしてリフォームの内容、改革内容についてはみんなバラバラであると、またそれぞれが目指す、求めること、ま,あ、またいろいろバラバラ違っているということで、まさに大使がおっしゃったことがあると、成功に必要なクリティカルマス、改革を実践するために必要なクリティカルマスが必要であると、そしてそれが結集して、対話をして、提案を出していくと。 そうなれば現役というか。 そういった今のその今の大国がリジェクトを拒否できないようなところにまでまとめ上げていくということが大事だろうと思います。サタミキョム会の2022年に総会が本当に画期的な決議を採決しました。5つのあの常任理事国に対して別リー拒否権利用について説明責任を問うというものでした。つまり総会はそのどの あのその拒否が行われた状況について総会で議論をするということだったんですねで、当時の総会のその雰囲気というのはどのようなものだったんでしょうか実は私当時ニューヨークにいなかったんですまだ国連に入ってなかったんですけれどもでもその決定の結果は感じていますそれもリフ,トンリフテンシュタインという本当に小さな国アクティビストの国が実は発令したんですでもその国はとても賢くてそして今言ったようにさまざまな な見を。 一つに取りまととめることがでできたんですねでそれを一つの提案にまとめたんです。とてもシンプルだったんです。そして普遍的にもあのそれは受け入れ可能でした。つまり、安保理であの拒否権を使うという権限を利用するのであれば総会に対してなぜそういうことをしたのかを理由を説明するしなければいけないというそういう単純なことだったんですね。まあ、でそれは単なるスピーチかというとそれ以上の意味がありましたというのはそれによって議論が深まったんです。加盟国 が自分たちがその拒否権の発動についてどう思っているか自分の意見を述べる機会を与えてくれたんです。でこれは非常に大きなあのステップでした今 言ってるようなあのそのより根本基本的な安保理改革に向けてとても重要なステップでした本当に歴史的なステップですよね今までなかったようなあの決議でしたから、はい、その通りですでは質問を受けたいと思いますまずこの会場にいらっしゃる方からあの発言されるときには名前とそれから肩書き所属機関をおっしゃってくださいそれから手短におっしゃってくださいね簡潔にお願いします日本語でも英語でも大丈夫ですありがとうございますトム ウォーカーと申します以前はあのあの国際銀行化をしておりました。で、ライダーさんがおっしゃったことに関心があったんですけれども、すべての国はあの国際的な法、国際法を守らなきゃいけないとおっしゃったんですが、質問は国連は加盟国に対して、 各国に法律を設定して、例えば腐敗とか贈収賄を予防させたらどうかということなんです。で、先ほど吉田大使もおっしゃった通り、まり、あ、今いろいろな課題がたくさんありますけれども、経済、お金、利益、これが。 誰もの動機になっているわけです。どの政府交換もお金が欲しい、企業もお金が欲しい、利益を上げたい。となると必ず腐敗とか増収はの機会が生まれてしまうわけですで。先進国はもちろんそれに対する反腐敗ルールがありますけれども、でも世界の多くの国、 は、実は正確に、え、そういったルールに従っていません。ですから、ご意見を伺いたかったんです。国連は、そのようなルールを導入して、すべての加盟国が従わなければならない。あ、つまり、つまり、あの、反腐敗法を、あの、国内。 放課、えー、してそしてそれを実行しなければいけないということまあ、それによって貧富の差もなくなるしより公正なルールも制定できるしそして経済がより良くそしてより効果的に実行力のあるものになると思うんですがどうお考えでしょうかはい、ありがとうございますとても重要なごあの質問だと思いました この問題はまあルールを設定するかではなくてその反腐敗ルールをどうやって施行するかということだと思うんです。でもあの実はそういうルールはあるんですけれども施行が問題です。例えばアフリカからの違法な資金というのがアフリカに入ってくるその資金の流入を止めてしまっています。 腐敗が多いからでですすねこれはとても大きな問題です国連はグローバルコンパクトというものを設定しました。これはコフィアナンあの総長が導入したんですけれども、そこで反腐,敗反腐敗というのを企業がそのグローバルコンパクトに入るときに遵守すべき等の原則の一つにしました。で、私はやはりまずその腐敗をなくすそのニーズ、これを共有するということ。それから そのような違法な資金の流れを止めるツールを導入するということそして最終的には複雑にはなりますけれどもメカニズムを導入してこのような原理原則をきちんと行動に変えるためのメカニズムを導入するということだと思いますただこれは公共政策の問題です公共政策によってやはり腐敗はなくさなければいけませんただ公共の問題ではあるけれども最終的には民間企業も 巻きき込まななゃいけないけというのは、その,あの収賄をしているのは誰かといったら民間なわけです。ですから、公共政策を企業の意思に反して導入する、規定するためには、その民間企業も巻き込まなきゃいけないんですね。でも、大半の民間企業というのは、ちゃんと誠実に対応して、きちんとあの正当なビジネスをしたいと思っているわけです。ですから例えば あのこういった例えばあの強制労働とかあるいは血まみれのダイヤとかあそういった行為をどう止めるのかと同じような考え方と思いますやはり国連とそれからあの実業界との間のインターフェースというのは非常に重要でありそして今のところ非常に大きな進展がありました私は ILO のトップなんですが、まあ、企業 実業界というのは、まさにその ILO の,の有機的な組織の一部でした。で、私は、国連についても、やはりあの民間企業の,そのインサイトとか、洞察力を我々の活動にも盛り込んでいく必要があると思います。はい、中村さんがおっしゃったように、中村さんごめんなさい、コーポレートガバナンスの概念、企業たる者はみんな認識してる、みんながあなたの活動を見ていますよということを、そこをまず自覚することが大事だろうと思います。 読売新聞でございます。ライダーさん、そして吉川大使に伺いたいと思いますが、まずライダーさんですが、日本を含めヨーロッパの各国、トランプさんが大統領になるかどうか、今注目しているところですが、ホームページでグローバリズムを反対すると、そして、 グローバリズムを反対することを公に言う人々、そういった方が大統領になると、もしもしトランプさんが大統領になったと、もしらという言葉がよく言われるようにでもなりましたが、それから大使に伺いますが、アフリカのの各国。 もう安保理次会に代表を送るべき議席を持つべきだと思っていますけれども一歩として日本がその安保理の改革をしてそして例えばアフリカの2カ国が安保理に入るということそれは認められますかその G4 でその第一歩として認めてそして第二歩として G4 が入るか。 アフリカをまず先に出てそして G4 とするか、そしてその拡大してもう30年、40年その拡大して理事国を増えなくなるということでは困るというふうに思われるか。この部屋、11月の大統領選挙の結果、アメリカの大統領選挙、これはもう国連でもいろいろ話題になっております。まあもっぱら あの会議室ではなくていわゆるコーヒーというかそういったカジュラの場でまあもっぱら話題になっております。オフィシャルなラインとしては国連は加盟国の,その選出された政府とともに仕事をするとそれは第一期のトランプ時代でも変わることはありませんでしたとこれからも同じですがただ現実がどうなるか。 関係がどうなるか、それはわかりません。本当に正直わからないと、ここにいらっしゃる方も何も予想がつかないと思います。ですから、か 彼はそういうことをおっしゃっているかもしれないが、しかし実は、グローバリズムを否定する人は彼一人ではないんですね。それから国益を守ろうということを主張なさる方。しかし、まあ、今もそういった人たちがいると、ただ大国だということが一つ違うわけですが。 any ああ、プロポーズ。いかなる提案も、それを実現すると。そして、国連の検証を変えるためには、三分の二の過半の。支持票が必要であると。ですから、今では百二十七国が支持しないと、検証を変えられません。アフリカは五十四票ですね。どんな提案。でも。アフリカ。アフリカ。 アフリカが支持しなくてもですからみんなアフリカ支持しないとどんな答案でもアフリカが支持しないと取らないわけですがしかし前回パッケージが最強決に。 回されなかったというのはアフリカの意見がまとまらなかったときにはそのパッケージがまとまらなかったり投票にすことができなかったかもしれないと。にに行ってその表にふ そうということいこでアフリカのうちの30カ国がよしというしかし20カ国27カ国ぐらいがその危険するあるいはやらないかもしれないとただこれはテストされませんでしたアフリカはあえてその自らのグループが分断することを潔しとしなかったとそれを許さなかったとということで私は アフリカの統一されたサポートがなくても、オートしたと、一つ一つのアフリカの国が何が最善かと考えるべきだというふうに思います。とということで アフリカの大陸で大きな主要国だと思う国は入ってくるかもしれない、出てくるかもしれないと分かりません。しかし、今、アフリカ覚悟の表なくしては何も言葉起こらないということ。これは実はアジア太平洋もそうです、54ですから、いずれにしてもアフ,アフリカと違うのはアジア太平洋は最初から。 同じ拘束政策について、拘束力はないんですね。アフリカはそこが違います。ですから、54を取るか、両方から54を取るか、まあ、35になるか、これは票の数え方、同じですが、これは民主主義です。一体、何票を得ることができるかと。この第3の波、 をやはりそれで起こさなきゃいけないという段階だと思います。興味深いですね。ありがとうございます。どうぞ。 ありがとうございます。川北翔と申します。共同ニュースです。あの日本の通信サービスです。でまず、まあ、このような会合、とても楽しい、とてもエキサイティングなディスカッションをまとめてくださってありがとうございます。とても楽しんでいます。でご存知の通り、国連というのは、まあ、あの結集する能力があります。ですから、この未来サミットを 開くにはととてもいいいタイミングだと思います世界がこれだけ分断している中、まあ、現実を超えてやはり、まあ、共通の将来のビジョンを求めるというのはいいことだと思います。そういったものの各国というのそれぞれあの考える未来というのは違います。ロシアもウクライナもそれぞれ違う将来を見ていますし、イスラエルもそれからパレスチナも違う将来を、そして G7 とブリックスもそれぞれ持っている将来に ついてのビジョンは違いますそこで私の質問はどのような原理原則を共通項としてその未来のための協定を作ろうとしていらっしゃるんでしょうか何がその共通のベースとなるんでしょうか、まあ、それは加盟各国にあのよってなんですけれどもそれわ分かるんですけれどもでもあなたの視点からおっしゃってくださいまあ今の答えどおりなんですがちょっと違うこと言いますねまずご発言ありがとうございます確かに中には 今の厳しい状況を考えたら吉川先生がおっしゃったようないろいろな影が国際社会を追っているような時にそのような基本的な重要なサミットを開くのっていうのはクレイジーじゃないかと。で、それが成功するためには193カ国がコンセンサスを得なきゃいけないんですよ。で、このサミットは実は協定を通過させるのは実はコンセンサスが必要なんです。でもその理由はこれだけ影が暗い影が追っているので。 そしてこれだけ危機な方が多いので、このサミットが必要だということなんです。まさに今が最悪だけれども、ベストなタイミングだと我々は思っています。ですから、絶対やらなければいけない。では、共通項は何かある 共通の基盤は何か、これには2つの答えがあって、それは相補完するものですで。1つ目の共通項で、これはパネリストの1人がおっしゃってますが、それは国連憲章です。つまり基本的な人権、それから道徳的な行動という国際法、まあ、これが共通項です。国連のどの加盟国もすでにこれについては支持を表明しています。誰もこれはあの投票する必要はありません。 で今についてちょっと悲しいのはこの共通項というのが今はあまり尊重されていないというのは悲しいことです。でそれが基本です。それがまさにボトムラインです。ただそれ,それ以降 その上については我々はやはり合意国際的なコンセンサスを構築しなければいけないそれもとても難しい分野で構築する必要が出てくるんです吉川大使はあのパリ協定に署名したとおっしゃいましたあれは確かに共通項なんですけれどもでも我々はこのパリ協定に対してフォローアップをあの効果的にできてるかといったらできてないわけですでその後の COP の会議もそれができずに終わっています 悲しいことに。でも絶対これをやらなきゃいけないことだと思っています。で、特に日本がこれに注目していらっしゃるのは。 もう一つの共通項、これは、えー、軍縮とそれから平和です。というのは軍備への投資というのはどんどん増えてきます。そして核不拡散も正しい方向に決して進んでいるとは言えません。我々はやはりそこでも共通項が必要です。どうやって AI を統制していくのか。まあ、AI に関するあのイニシアチブは今たくさんあります。例えば、広島フレームワーク、それから欧州の AI についての法案が。 立法をかりました。これはかなり広範囲です。それからアメリカというのはよりま許容の広いアプローチを取ろうとしているんですが、世界中でこの AI の統制するということについて共通のま法案とかあるいは規制ができるのか、それから宇宙のガバナンスこれも今討議されているんです。宇宙の軍事化を我々は許すのか、そして宇宙の資源をどうやってあの開拓するのかこれは三。 フィクションではありませんん実実際にに現実世界のディスカッションになっているんですで我々はやはりそういった共通項共通の基盤というのを作っていかなければいけません一部の分野は共通基盤がもう既に存在してますが一部はこれから作っていかなければいけないでサミットはまさに新たなあの,その新たな分野を開拓している我々の能力が試されているんだと思います。 同じテーマについて復元させてください。私の見る限り、3つの存続を約する危機、これは事務総長がおっしゃったこと。これが実は日本で十分に認識、共有されてないんですね、分かってない。第1は核の危機、核の脅威人間。日本は核の脅威ということをしょっちゅう話題にいたします。みんな 話しますけどもしかしグテーレス事務総長は最初の存続に関わる脅威として核を取り上げていると今今ですよ10年前じゃなくて今それを一番目に挙げているとからもう一つ気候変動気候危機が第二第三はコントロールの効かない AI コントロールがされない効かない AI と。 これが 1, 2, とバチカンは1月1日にこの危機について言及されました AI の危機で今日本の首相は小さな委員会を招集してますけども実はバチカン教皇は 1, 1月1日にはそうおっしゃってるとグテーレス事務総長もこうやって言ってるとそういった中でちょっとギャップを感じます日本と他とこれは試験ではありますが。 実は日本で思う以上にもっともっとこれが全面的な問題として出てきていると。ということでライダーさんがスペース宇宙の話をなさったことそれから AI の話が出たことはそして核ニュークリア原子力の話が出たことは大変にいいと思います。 ありがとうございます。京応大学の日課でございますが、独立系の科学者グループとして、今年、昨年、まと、めえました。具体的な質問3つありますが、2030アジェンダーの以降とその枠組み、改定ドラフトで初めて言及されております。年が その後についてのディスカッションを始めるべき時と言われていますが、しかし、やはり実は27年よりも前にやはりやるべきディスカッションだろうと思います。ということで、未来サミットの後、何が起こりうるかということをまず第一に伺いたいと思います。2つ目が SDG、持続可能な開発のガバナンスです。ドラフトを見ますと エコソックを強化するのが一つの方法であるということです。SDG の実施ということで。しかしか私たち 国際的にサステイナブルな開発のガバナンスについて話をしているものは、サステイナブルデベロップメントカすンセルを,をサステイナブルデベロップカウンセル、協議会に帰るということがいいのじゃないかと、カウンセルとしてやるのがいいんじゃないかと、そういう話は今なされていますか、えー、理,理事会が作ると、あるいは ハイレベルのグループが確立されるということですが、しかしそれだけで足るということではないと思いますので、今そこで何が起こっているか教えてください。ありがとう、三つ、もうよくご存知で、よくご存知の上でのご質問をいただいてありがとうございます。2030、2030アジェンダのその後はということは、今ニューヨークで議論。 しているところですおっしゃったように現在のドラフト未来への共闘まだパクト協定の議論中ですがまあ、そこのドラフトでは27年にこの問題を提起と言われておりますがしかしあまり詳細に話をしてもあくまでも想像投機的なことになりますけども想像の域を出ないわけでありますけどもいろいろな問題あります。 途上国の一部は非常ににナーバスになっています2030年アジェンダ以降のディスカッションについてナーバスになっています。というのも、それは2030年をギブアップするんじゃないかと、今からその後話をするということは、2030年諦めているのかと、2030のアジェンダが。えー 脱線していると。本を途中まで読んで、まあ、つまんないから、もうやめたと、次の本を読もうということになるんじゃないかという懸念もあるわけですが、それからもうちょっと実際的な成績の問題があります。国連の事務総長、2027年、新しい総長が誕生いたします。そこでやはり2030年、 2030年、10年以降何が起こるかというときは、次の国連事務総長が取り上げるべきことだという政治的な考え方もいただくということで、これは政治的な交渉でもありますが、しかし、世界、コンセンは難しいです20年。年年は そのコンセンサ的な支持があると、加盟国で反対する2030アジェンダ、反対することは全くないと、これはまさにグローバルな公共財、パブリックグッド、これを簡単に息してはなりません、損、えー、なってはなりません。2030年以降、やるべきことはあと5年間。 あるいは10年間、もうちょっとエクストラに時間を与えるというような可能性もあると、そういうことも話題になってますけども、それはあくまでも加盟国次第ということです。い持続可能な開発カウンセルあるいは経済社会 安全保障カウンセルを作るとこういったアイディアは随分い,いろいろ慣れてまいりましたメリットについてはあえてコメントいたしませんがやはりエコ族の既存のものを強化するという方が今のところは現実的であると新しいメカニズムを作ると徐々に動いていくとことよりもいいんじゃないかと新しいメカニズムを作るよりも既存のメカニズムがよりよく作用機能することが大事であるということです。 それからメトリックを作ると GDP のメトリック GDP に変わるものではなくて保管するようなメトリック測定を使ってより信頼なに至るそして正確な係数を持って開発の代を運んでいこうと GDP というものは経済成長 を図る上で有益でありますけども、まだそれでは不完全であると,ということで、これは特に争われている議論ではないと思いますで。サミットでは青信号を出してくると思います。テクニカルな作業をして、このメトリックの開発に対する合インが出てくると、この作業自体は決して簡単な作業ではないと思いますが、要はそれ政治的な制裁、あるいは利用。 がその新しいメトリックについてどのようにかかってくるかと途上国の人々は新しいメトリックはいるとただそれを使うにあたっては状況的なファイナンシングの資格適当性を図る上で使ってほしいと今 GDP 使っていますけれども 今、GDP はいろいろな問題があるということで、コンセッションのファイナンシングの条件として、メトリックを使うということです。それから、まあ、インデックスについてのより脆弱な話というものはありますけれども、どんどん話はプラスになりますので、ここまで。 あと3分しか残っていません。実はオンラインでたくさん質問が掲載されています。あのいくつかユース、は若者についての質問があるので、ライダーさんにお伺いしますけれども、日本の若者もこのサミットに参加するよう奨励されますかと。で、一番冒頭に若い人たちをもっと国連の活動に参加してほしいと、管理を経営してほしいとおっしゃってましたけれども、アドバイスはどうでしょう。若い方がどうやって国連の活動に参加 ができるんでしょうか それを促進するにはどうしたらいいんでしょうか。それからアフリカディアスパラネットワークジャパンといって、あ日本で住んでいるアフリカの方々のからの質問ですけれども、例えばこの未来のあのサミットにえの参加したいと考えている組織に何か資金のあの支援とかはあるんでしょうかと。それであの若者についてですけども三つで言いたいことがあります。まず今我々交渉している協定はあの若者の参加についての小 が設けられますでその狙いは若者を意思決定 にの中に体系的に体的そとと見ある形でで関与させるということですで国連では実はかなり進歩がありました多くの,あの若者を実は国連の会議などにも参加させてますでマイクで話す機会も与えますであのもちろん5分間来て発言するのはいいことなんですけれどもでも私が参加しても全く影響がなければ結果が出なければいかないよという人が増えてるわけですですからやはり意味ある参加をさせるということがとても重要です。でこれを まずは事務総長が必ず入れててししいと言ってましたそれによって若者が積極的に国連に体系的に参加できるようにしてほしいということなんですがただそれはあのその国例えばあの国のナショナルユースカウンセルのようなものを各加盟国に設けてなおかつ若者の代表というのはその未来サミットの国の代表団の中にも入れてほしいと言っています。で必ずこの国の国代表団に若者 入れるようにと事務総長は言ってますそれからこれをあのサミットの前に我々は2つのアクションデイというのを開催します。1つは、まあまあ、そのアクションデイのうち半日は若者が主導権を取るイベントになります。で事務総長は最近国連の歴史上初めてあの若者のための、えー、アシスタント・セクリティリ・ジェネラル事務総長を アシスタントというのが任命されましたできちんと予算を持ってこのその人物が若者のためのイベントをあの主催しますつまりあの高齢者が若者のためのイベントを主催するんじゃなくて若者が若者のために作るわけですそれから2つ目の質問まずあの資金が提供されますかということが言われましたけれども国連基金と、まあ、いろいろなあの資金源とかあのそれからドーナー,あーと今打ち合わせをしてますで実は資金というのは今 本当に即してますたくさんありませんけれども、でもあの資金を動員して、できるだけ多くの方をニューヨークに参加してほしいと思っています。私は国連の多くの方と一緒に市民社会会議、これはナイロビで開かれたあのその未来サミットのための準備、会合、5月に参加しましたけれども、そこには2000人参加しました。70%がアフリカ、40%は若者で、非常に高いレベルの知識を持っていました。まあ、彼らはこのディスカッションにも自由に参加できたぐらいです。そそしてその 未来のサミットについてもとても積極的参加したいとと言っていましたということで本当にポジティブなステップがたくさん取られていると思います。あと2分ほど延長していいですか ?30 秒ずつにでその閉会のコメントいただけますかまず大使お願いいたします。もう十分にお話をさせていただいたと思います。まず。 サミット担当の事務次長がここまで東京までお運びいただいたということで外務大臣に会うだけではなくその意見あの見解を共有していただいて答えていただいたというこの子は大変に重要だというふうに思っておりますのでまずあのライダーさんにお礼を申し上げたいと思いますし国連広報センターに感謝申し上げます。 だいぶ裏で頑張ってこれを実現してくださったものと思います。そして、この全体のプロセスでちっちゃな変化がまた生まれると思います。来年のピュー・リサーチ、あの国連の先行度。 ね、四十パーセントよりも、もうちょっと高い数字が日本から出てくるんじゃないかと。国連について、より好ましく思う数字が、あの、今の四十よりも、来年はもうちょっと高くなるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。大使がおっしゃる通り、全く思います。え、ここにおいでいただいた、東京においでいただいたということ。本当、これは大変大きな意味があると。 我々にとって重要で,重要であります国連が今何に取り組んでいるのか何をしようとしているのかそういうことを知る上で大変重要であったとそれから日本の若者も,もやっぱり国連の活動に参加すべきだというふうに思っておりますあるいは国連職員にもっとなるべきですね。

えー、それもままた進むといいううふうに思いますで国連はニューヨークに本部があります。アメリカの政治がいろいろと皆様にも影響を及ぼしているのではないかと察します。私も若かった頃あの国アメリカの上院のバジェットコミュニティ。 ででその共和党サイドで仕事をししておりました当時国連は巨大な官僚主義的な組織であると言われ方がそのアメリカの,その議会などでよく言われて,われておりましたが今日自らおいでいただいて私た,ちの答え私たちにいろいろ答えていただいているということはそんな巨大な官僚主義的な組織 それだけの組織ではないということじゃなくて、やっぱり人により、えー、寄り添うと、とそして世界をより良い世界にしていこうという努力をなさっている組織であるということを実感いたしました。本当にお時間ありがとうございました。ライザーさん最後にお二,つお二方の前 えと全く真逆のことを申し上げてサルウェイに移動したいと思います。やはり皆さん、そうしてオンラインで話を聞いて,聞い,ていただいている方こそが重要であると、まさに重要なことは そのこういう対話にぜひ皆様方は参加してください。皆様にお願いしたいと思います。各国政府が日本に、ニューヨークにやってくると、そしてオープンな対話に参加すると、そして国益というのは、より広い脈絡で理解して、話をしてもらいたいと、それが実現するのは一人一人の国民、まず,まず人々は国民、国連憲章を読んでくださいと、政府が読むじゃなくて、まず人々にリーチアウトすることが大事であると。 国民一人一人が政府に対してこうあってほしいと、まあ。あれかけてくれれば自動とは申しませんが、いろんな違いが生まれうる、その可能性も高くなると思います。今日のようなコンボセーション会話、対話、は私にとっても非常に大いなるモチベーションを与えるものであったと。そして、もちろん国連にとっても大変大事なことでございました。えー、私どもあその こういったものに変わるものではないとそうではないと我々は遠く離れた何か訳の分かんない巨大なその組織で気に入らんとどうしても思われてしまうと思いますがもっといい仕事ができると思います。 では、根本さんどうぞ、はい。ありがとうございます、バラさん。では、皆さん、一緒に、皆様、スピーカーの皆様方に拍手をお願いいたいと思います。それから、バラさんもとても活発なディスカッション、モデレーターを務めてくださってありがとうございました。JIA、つまり日本国際問題研究所、まあ、吉田さんが今、所長を務めてらっしゃいますけれども、そこと、 まあこのセミナーを共催できたこと、非常に嬉しく思っています。この9月の未来サミットを望む、本当に重要なタイミングで開くことができました。今聞いたとおり、未来サミットというのはとても重要なマイルストーンになります。多国間主義、今の国間、主義をより効率よい、そして包摂的にネットワークされた多国間主義に変えていくわけで非常に重要です。で、今日のディスカッションでも話がありました通り、国益とか、それと国際的な。 なのというのはどうやら矛盾するものと思われまし,たしかし国境を越えたさまざまな危機が起こる中で国境を守るためには国際的な国を越えたソリューションが必要であるということです。また同時に、まあ、先ほどお話があったとおりこのプロセスは信頼を再構築するということです。あの不信とか信頼の欠落というのが今国際関係ではどうしても状態化しています。より汚い対話 場を意思決定者政策決定者とまそして国際機関そして国民との間に開くということが重要ですで対話という言葉が今日のディスカッションの中で何度も出てきましたがこれこそが信頼を再構築しそし であの国際的なあの決断というのが世界中の人々の意見とかあるいは希望を盛り込んだ形でなされることを担保する上で絶対に重要です。以上持ち上げた上で皆様方の関心皆様方の積極的なパッションが必要です。今後ソリューションを実行しそして政府に行動を起こさせるためにも重要です。東京にある国連広報センター私のオフィスですけれども。 は本当に微力ながらこのプロセスにこれから貢献していきたいと思います。ということで未来サミットについてはこれからもどうぞご関心を寄せてくださいで。積極的なご参加を心より感謝申し上げます。ありがとうございました